はい、どうも、石田です。続きまして、フルスロットルの方、行きたいと思います。ネクロフォービアですね。というか、この音かっこいいですね。5の、まあ、山の音なんですけど、これ、めちゃくちゃかっこいいですね。この、なんかね、ノリノリで、こう、上がっていく感じ。これ、なぜネクロフォービアのところで採用されてるか、実際どちらかというと飛竜層の方じゃないかなと思うんですけど、間違いなのか何なのか、すげえいいですよねこの音。こっちでは鳴ってなかったと思うんで、こっちは通常の音ですよね。こっちは通常の音ですね。すいませんね、いいかもって。もうこれ好きなんよ、この音好きなんですよ。はい、では行きましょうか。まあそんなに難しくないと思うんで、一気に行きます。一気に行きたいと思います。メンツはほとんど変えてないですね。ここだけ間違えてるな。召喚のダメージアップとかを持っていかないと、召喚ダメージアップと、まあ、回復量アップにしていきますね。ごめんなさいね。もうほとんど変えてない状態なので、まだ未だに回復量アップ中を使ってるやつ。はい、でもうファリス闇せしで、まあ、ぶっ放しでいこうと思っています。まあ全体攻撃のバーストなので、バーストで超絶なので、まあまあまあドカ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 ッと最初にバリアを落としていけるやろうなと。はい、あとはまあクルルのバハムートを使ってって感じですね。さあ行こうぜ。あともホーリーレイも打ち込んでいこうかな。ホーリーレイももう打ち込んでもいいような感じはあるが、下準備整ったら一気に行きますね。ガラフで鉄壁張ってもいいかな。ガラフで鉄壁張ろうかな。誰で鉄壁張るか結構悩みどころではあるんですけど、ガラフ使おうかな。前半ガラフそんないらないんで。おっと、ちょっと待って、集中攻撃やな。ローザマジか、ここまで集中するか、ちょっとビビっとるかね。集中攻撃されちゃった。ガラフで壁張ります。そしてホーリーレイで、ダークフレイム、バハムト、もう全開でちょっと全体攻撃入れていきます。まずはフェイマントから、よいしょ。弱点、おお、キャンセル、きれいにキャンセルが決まった。気持ちいいね、こういうのは気持ちいいですな。オーリーレイさらにダメージを与えていく。まあこれは知れてます、このダメージは知れてます。はい、オッケー、属性で軽減されてますが、メガフリアー、よいしょ、オッケー。ちょっと温存しましょうか。ダークフレイム、よれ、おお、いったんじゃない？わあ、全部いった。早かった。すげえ早かった。スリップが来る。行きましょう。では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 、どうしましょうか。エンキさん呼び出します。エンキさんを呼び出して、ホワイトウィンド。はい、マジ入れてから一回盗んでフェインファントム。おじいちゃんはね、履修3連打でもいいかなと思ってますね。あのメテオクラッシュを挟みつつですけど、うん、体力多いね。
体力はマジで多いですね。透明ドーラー、はい。まあオメガドライブじゃない方がいいかな。オメガドライブじゃない方がいいかな。ちょっと今おじいちゃん悩んだ。オメガドライブじゃない方がいいかも。漆黒の方がいいかもしれないです。なぜかというと漆黒だと弱点つけるんで、ゲージが溜まるんで、ゲージ溜めての必殺の方、あ、ゲージ溜まらんわ。これフルスロットルや。何を言っている。これはフルスロットルだぞ。ボケとんな。ジジイと一緒や。ボケとるわ。すいません。完全にボケてますさ。心を通わすもの。行きましょう。完全にボケとったな。さあ、メテオクラッシュ一回行ってから、履修。そして、フェンファントム入れます。で、ダークレイド一回行ってから、バースト。メテオクラッシュ。あー、いいやん、いいやん。ダメージ結構いいね。さあ、心を通わせてください。心を通わせてくださいな。いいやん、いいやん、いいやん。いいやん、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 いいやん。すごい効果音ですね、これ。バタ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 逃げてる音がもう、逃げてる時の効果音がしまくってますけど。エアローラー。やっぱ、エンキさんいい仕事するわ。エンキさんの仕事っぷりがすごいっすわ。エンファントム。よいしょ。パリス超絶もう一個出てるんですよね。それも欲しいけどな。羨ましいな。バッツが羨ましいですね。やっぱバッツのまあなんていうか装備はほんと欲しい。まあでも欲しいと言ってても手に入らないんで、ガチャガチャ引かないとダメですからね。はい、まあ、後々手に入るでしょう。よっしゃ、まあ、バッツさんは人気ですから、皆さん本域で狙いに行った方も多いんじゃないかと思いますね。私は逆にみんなのバッツ、強いバッツを、まあ、マルチとかでも見せてもらえるんで非常に楽しいですね。よし、メテオクラッシュやってもう一発履修いきます。タイガフレア、ちょっと リジェネじゃないや、あれ大丈夫かな。あれ大丈夫かな。シェルが入れないとまずいですね。一応ちょっとシェルガの時期かもしれんな。はい、羊の歌でヘイスト&リジェネ大。残りはもう少しありますが、どうだろう。まあ履修行きますね。とりあえず履修は行く。いいじゃない。でもやっぱりオメドラの方が強いっすね。弱点ついててもオメドラの方が強いって、うーん、闇せし、なんか若干欠陥商品の匂いすらします。ダークレイム飛ばす。オッケー、さあ頑張ってくれジジイ。いやー効くね。弱体化が効いてるのかな。これは3段階弱体中キタン。さあフェインファントム、これもよう効くよ。これね、あんまりよく言われないですけど、これ強いっすよ。お、キャンセル入った。
普通にフェイマントもね、もうね、めっちゃ役に立ってるもん。ほんまに役に立ってるよ。あ、出てきた。よし、勝ちかな、これは。ぐーわー溜まってるけど、こっちのあのエナジーが。もうローザぐーわーなってるけど。ちょっとクルルとローザ顔似てるな。似てるけど、似てますけど、ローザの方がやっぱ顔が小さいです。スタイルがいいですね。クルルはね、幼女の割に顔でかいんですよね。ハリスとかすごい顔小さいんですよね。美人なんでしょうね、だからね、多分。クルルはだから若干やばい感じはするんですよね。って言ってる間に、自爆オーバーフロー。素晴らしい。またこの音、やっぱりこの音に塗り替えられるんやね、やっぱ基本やっぱこの音に塗り替えられるんですね。はい、ということで、まあ、フルスロットル特に問題なく、はい、クリアできました。あとあれっすね、まあ、最近なんですけど、まあ、ちょっと雑談なんですけど、ちょっと皆さんどうかわからないんですけど、スタミナが足りない。あのね、この魔石と、例えば魔石と、今魔石まだ1個まだ使えてない状態なんですけど、魔石と、ナイトメアと、で、通常イベとかが来たとき、もう、てんやわんやですよね。ナイトメアだけでも、言ったら60、60、60で180。必要なんですけど、全部行くのに。で、魔石は1日1回60使うでしょ。で、そういうのやってたら曜日行けないんですけど、日曜日と、明日も火曜日なんですけど、経験値だけは絶対外したくなくて、経験値少しでも、やっぱりもう経験値が一番辛いところなんで、私は。なので、経験値、機能とかはもう優先して経験値回ってるんですよ。だから経験値回ってるせいで全然他のこと手が回らないみたいな感じで、結構その辺が辛いですね。まあ、イベント重ねてくれるのはすごいやること楽しくていいんですけど、まあよくやれてるなという感じ。ナイトメアも、まあ、一応ミッションはいけてないですけど、このフルスロットルとかまではまあクリアはしてます。でリバースもまあ動画で上げてる通り多分全部クリアはしてます。はい、今のところイベントでまあ逃してるものってっていうのはないんですけど、ないんですけど、結構時間と本当にそのスタミナがギリギリで、なかなかそれプラスマルチとかもあるから、なかなかスタミナが大変ですね。まあもちろんね、ミスリル砕きゃいいんですけど、やっぱね、一つでも多くガチャに回したいっていうのがあるので、そこら辺ちょっと悩みながら、はい、日々やっております。はい、ということで、ぐだぐだと喋りましたが、見ていただいて本当にありがとうございました。